んこんにちは、お久しぶりですね。てんです。今回は持ち覚醒の仕方を紹介していきます。技も紹介しますので最後まで見てくださいね。まず、新しい島でエンドラを出すコップとココアが必要です。ここで取引してココアコップを作りましょう。ココアの入手方法は真ん中にある鏡の奥にいる敵から低確率でドロップします。コップは海王、宝箱、エリートから入手可能です。ココアコップを持ったら動画の通りについていってください。ここの片栗を出すとこにココアコップを使って片栗を出します。その片栗は強いのか？めっちゃ強いので大人数で行きましょう。片栗を出し、倒したらレッドキーが手に入ると思います。自分は一発で出たので確率かどうかはわかりません。運がいいんだな。レッドキーを持ってお菓子城まで行きます。入って左にある扉を開けます。そういえば6式はどうやって覚醒するんだ？まだわかんないですね。ここから持ちレイドへ行くためのチップを買います。2時間に1回戦フラグで買えます。また、100万以上の実を使っての購入もできます。以上が覚醒方法です。続いて技を見ていきましょう。技ゲット。撃ったら反動食らうんだな。そう、それと持ちのダメージは覇気の色で決まるらしいわ。続いては X。結構派手な技だな。X よりヒットボックス範囲が広くなった感じね。チーミングに向いてそうだな。それと、X 空中から撃つとまた変わるのよ。PVP に向いてるかどうかは置いてすごいかっこいいな。続いて C よ。すごいかっこいい技だわ。PVP に使えそうだな。そうね、続いてはタップ技よ。結構使いにくいわ。PVP に使えるのかわかんないな。続いて移動技よ。壁に登れたり敵にダメージを与えたりできるわ。しかも海まで移動できちゃうのよ。F は有能だな。最後の技よ。すごい強そうだね。これにはびっくりだぜ。これでこの動画は閉じるわ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いよ。